こんにちは、島村楽器丸井錦糸町クラシック店クラシックギター売り場担当の小林です。本日は、クラギアチャンネルボリューム8ご紹介いたします。本日の楽器はフェルナンド・マッツァです。こちらになります。早速ご紹介です。とてもこうヘッドの形が特徴的で、ね、あります。はい、制作家のお話ですが、イタリア出身で、作曲家でありギタリストの顔を持っています。スモールマンなどオーストラリアの技術をもとにフォルトサウンド、トップサイドの楕円形のキャビティを導入したモデルを制作。こちらがそのこちらです。はい、蓋がついてまして、これを開けますとこのように穴が開いてますね。フォートサウンドですね。はい、これは普段は一応ホコリが入らないように蓋を閉めます。はい、このようなとても特徴的です。はい、建築家としての顔を持ち、個性を生かした作品も生み出しております。横からの、後ろからの、こちらがペルドです。はい、と後ろになります。背中の方は、このように、アーチドバッグになっております。画像でわかるでしょうか。この辺ですね、膨らんでおります。で、あとの特徴はですね、こちらの方が表面板より指板が少し上がっております。レイズドフィンガーになっております。これによって演奏性が、ハイポジションが上がるので、とても弾きやすい構造です。表面板の方は、ラティスブレーシングで格子型の力木が配置されてます。通常のギターより薄い表面板を使用して、それを補強するために格子状に配置されてます。この構造により、通常のクラシックギターでは、出ない音量、大きな音量や速い音の立ち上がりや長い余韻、バランスの良い音が得られます。ブリッジです。よいしょ、よいしょでしょうか。こんな感じでです。はいはい、こちらそうですね、2016年製で、生産国はイタリア、表面板は厳選のレッドシダーの単板、表裏が、厳選中南米のローズウッドです。塗装は、極薄のマットウレタン、現長は 650mm、 ハードケースがついております。こちらの方はお値段が、通常価格165万円のところ132万円となっております。それでは音の確認をお願いいたします。Thank you.
しております。スタッフ一同お待ちしてます。ありがとうございます。失礼いたします。